え、何これ、増田5回ノックアウトって。おい、井口監督。どういうことよ、お前。おい、井口監督。どうしちまったんだよ、お前。おい、増田先発で使ってんの、まさか。そんな、俺たちの井口が、どうしちまったんだよ。増田に限って5回ノックアウトならないだろう。何、増田5回ノックアウトって。初めて見たわ。何、増田5回ノックアウトって。5回投げて打たれた時って多分5回ノックアウトって言わないんだよな。何してんだ。なるほど、そうですよね。まあ2割5分20本打てたら十分だな。何スタート切ってんだよ。誰サード。おい。青柳かい。どうすればいい。でもさ、ピッチャーだからさ、いいとかさ、そういうことじゃないだろ。プロになった、あのコントローラーが壊れてる。おかえりニッパーマイターさん、ありがとうございます。ええ、まあこれはね、なんか本当リアルでもありそうなトレードというか、年齢も同じで、まあ、星も同じぐらいっていうね。あ、中継ぎでスロースターターとタイピンチいいわ。ちょっとあまりにも向いてない、中継ぎに。全試合をね、やっぱ操作してるわけじゃないから、ちょっとこれが響くかなってとこで、岩貞をロドリゲスに変えました。まあ、ちょっと怪我しにくさいいなのは、まあ、ちょっと怖いけど、まあ、クイックイは正直あんま関係ないから、まあ、そうなったらもう実質悪い能力ないみたいな、感じ。そしてなんといっても157キロ、速球で押すタイプ。てか、お前先発もできるんかい？え？お前先発もできんの？何この神外国人は。でも、若干、すっごい目を細めればスワレスに見える。スワレスに見えんこともない。目を細めれば。スワレスだということにしましょう。なんか、石くんいいね。時間、とんでもないだろ、この月間成績。3割4分8厘、まだわかる。1本塁打、まだわかる。13打点、まだわかる。21盗塁はわからない。月間21盗塁はよくわからない、こんなの。